あんた、もしかしてビリケンさんか？誰や、あんちゃん。俺は真島五郎っちゅうもんや。あんたに頼めば留置場の西谷に会わせてくれるっちゅう話聞いての。俺はどうしても奴に会うて聞かなあかんことがあるんや。おめえは西谷のなんや、ダチか？俺はダチあらへん、西谷の敵や。バリッバリの敵や。敵と名乗る奴をわざわざ引き合わせると思うか？ダチって嘘ついたとこであんた見破るやろ。西谷は用心深い奴や。嘘も見破れんでかを窓口にするはずがない。正直に言うたらあんたも一手間省けるやろうしな。潔んやな。せやけどそれだけでよし案内したろとはいかへんで。分かっとる。なんぼ渡せばええんや。いややな、今の時代みんな金で収めようとしよる。どないしたらいい？マジマ言うたな。ちょっと一杯付き合うてくれるか？ああ、ちょうどええとこに、ほら船も来たしな。屋形船？お座敷遊びでもするんか？だって乗ったらいいんや。西谷に繋いでほしいんやろ。真島優太な。お前西谷のなんや？さっきも言うたやろ、敵やって。酔っ払っとんのか？敵にもいろいろあるやろ。いろいろ？ほんまに殺したいと思う敵もあれば、立場が違えばダチになれた敵もあるやろ。西谷とは会ったばかりや。あいつのことはよう知らん。あんたは奴を古くから知っとるんか？古いもなんもあいつがガキん頃から知っとるわ。ほう。西谷はどんなガキやったんや？万引きのうまい赤ちゃんでな。幼稚園に入る頃にはすりと置き引きも覚えとったの。小学生でカツアゲ、中学生で車嵐、そんなガキやったな。なんや、想像通りやな。その調子で言ったら高校の時には強盗でもやっとったんちゃうか？人を刺して殺したんが奴が高校の時やったな。えらい飛び級やな。せやけどデカのあんたがなんでそないな奴の窓口なんかしとるんや？何や？おい、どないなっとるんや？遊びに付き合い言うたやろ。どこへ行くんや？三途の川底や。三途の川底？なんやここは。何の目的か、戦時中に掘られた空間をわしが改造したんや。あんたが？
まあ金持ち連中そそのかして作らせたんやけどな。正式な名前はあらへんが、知ってる人間はここをサンズの川底て呼んどる。縁起でもない名前やな。そら縁起なんてあってたまるかいな。なんて言うてもここは罪人の処分場なんやからな。世の中には法で裁かれへん罪人が5万とおる。証拠が一個もなくて立件できんかった殺人鬼、政治の都合で公にできんテロリスト、世界中のそんな奴らをここに捕らえとる。なんで殴り合っとるん？この闘技場で1年間叩こうたら茶場に戻したるっちゅうとる。ルールは一切無用や。卑怯な手使おうが、あえて殺そうが構わん。そしたら死に物狂いで戦うやろ。けど、どんな奴でも毎日戦わせてみ、まず1年は無駄。罪人同士で死刑を執行させようてるわけか。ゲス。罪の償いと世の平和のためや。ほな、この観客は何やねん。命かけた本物の殴り合いなんてなかなか見れるもんやない。どんなもんでも珍しいもんには大きな金が動くってもんや。何が罪の償いや。金もやか。めったなこと言うもんやあらへん。しがない刑事のささやかな副業や。で、俺をここに連れてきたのはなんでや。実はここんとこ罪人の顔ぶれが変わり映えせんでな、勝負がマンネリ化しとる。そうなりゃ賭博の上がりも寂しなる。いやー、お前さんが試合盛り上げてくれたら、てこ入れになるやろな。俺に出場せよか。何も1年間戦え言うんやない。ほんの3人ぐらい勝ち抜いてくれたらええねん。そしたら留置場の西谷にも合わせたんで。あんたみたいなクソなデカ、めったにお目にかかれるもんちゃうな。せやけど、この胸クソの悪さをリングの上で晴らしてきたるわ。ええ返事や。そん代わり3人勝ち抜いたら必ず西田に合わせるんやで。ああ、約束してある。さあ、それでは次の対戦を発表いたしましょう。皆さんおなじみ、死体を跡形もなく食べて証拠を消した連続殺人鬼、ジンジャー・チャップマン。ジンジャー・チャップマン。対する挑戦者は、本日サンズの川底に落とされてきたばかりの新生、罪状は謎に包まれた赤眼の男、マジマー。Versus Goro Majima. さあ、時間無制限、ルールなし。Ready Fight. Hey!
突然現れた赤眼の罪人真島五郎がデビュー戦でまさかの大勝利だ。これは次の試合にも期待がかかります。それでは早速参りましょう。次に登場するのはこの男、患者を自然死に見せかけ殺していった快楽殺人医、ドクターキリヒト。ドクターキリヒト。真島五郎、果たして2連勝なるか。さあ時間無制限、ルールなし、レディファイト。会場は興奮のるつぼと化しています。しかし謎のルーキーの快進撃も残念ながらここまでかもしれません。そう、次の試合ではついにあの男が登場です。リング上の撲殺数世界一、法では裁けない悪魔の拳、デッドバンチャー。さあサンズの川を渡ることになるのは一体どちらだ。時間無制限、ルールなし、 It's showtime。Yeah.
決まった今ここに新たな伝説が誕生しましたその名はマジマゴローだコングラチュレーションズゴローマジマいい腕やな。こないに盛り上がったん久しぶりや。どや、今度からちょいちょいリング温めてくれへんか。金は払うで。俺は高いで。いややな。お金の話ばっかり。そないなことより言われた通り参照したいん。あんたにも約束を守ってもらうと。わかっとる。ついてき。しかし、汚い川の底に穴井なもんがあるとはね。汚いもんがいろいろ隠してくれとんや。水底なんか見えへん方がいい。ああ？みんなが見てない現実を汚いもんが隠してくれとるんや。うん？昔この川に女子高生の死体が上がってな。かわいそうに。顔は見る影もないほど殴られて体はナイフでめった刺しや外車は片親でな親父さんが男で一つで育てた大切な一人娘やったせやけど必死の捜査も虚しく犯人はなかなか捕まらん無謀い話やな1年かかってようやく犯人を突き止めたが親父さんは一層どん底に落ちた。なんで？犯人は未成年の不良やったんや。法で裁かれることなく少年院を出たガキは堂々と街を歩きよる。事件なんて知らん顔でな。それを見た親父さんの気持ち、お前はわかるか？耐えられんの。ぶち殺したくなるやろな。せやな。で、そのガキはめった刺しにされて殺されたんやじゃあ、親父さんがじゃあ、殺したんは当時高校生やった西谷や西谷が西谷は物心ついた頃からたびたび親父さんの世話になっててな知っとったやろな親父さんが苦しんでんの下道に生まれついた人間には下道にしかできん役割があんのや誰に感謝されることもないが王道を生きる人々を支えとる高校生の西谷にそれを教えられた親父さんはそれから三途の川底を作り今じゃ西谷の窓口になっとるっちゅう話やってことはあんたがさあ行くで